武井さん、こんばんは。武井さんは持ち家派ですか、賃貸派ですか。国内は賃貸派です。海外に持ち家派です。はい。固定資産税の安い場所に持ち家派です。はい。日本の固定資産税が安くなれば、日本でも買う可能性があります。はい。あと、日本はその税金が高すぎます。固定資産税以外にも。はい。売却した時のも、本当に所得税、かけられるし、もう何重にも税金取られるんで、すごいもったいないと思います。はい。まあ、うまく資産運用として不動産を回すとかだったら買ってもいいんですけど、僕別に物とか、お金とかでお金を作ろうと思ってないんで、はい。僕は賃貸派で大丈夫です。さすがに可愛い猫は倒せないですよね。猫はもうイージーですよ。猫はだってもうほら、猫はニャーとか来て、すごいスピード速いんで、追っかけちゃうと逃げちゃう。あ、ニャンコちゃん、あ、逃げちゃう、逃げちゃうみたいになりますから。でもなんかあれですよ、こういうチューブに入って、なんとかチューブっていう餌をこうやって出して、こうやってやってると、猫も食べたくてしょうがないんで、これ。ベロベロしたくて、シャーって飛びかかってきますから、飛びかかってきたところ、シャーってきたところを背中ガッて掴む、そのままビターンって終わりですよ、もう。はい。なんとかチュールでビターンで終わりですよ。イージーゲーム。猫イージーゲーム。ありがとうございます。